マルケルス劇場は、共和制ローマ末期からローマ帝国初期にかけて建設された古代の屋根のない劇場である。マルケルス劇場とも表記する。演劇や歌などの上演をローマ市民や旅行者が観覧できた。現在は古代建築としてローマの観光名所の一つになっている。皇帝、アウグストゥスの甥い、マルクス・マルケルスの名を冠しているが、当人は、 劇場が完成する5年前に亡くなっている。この劇場の建設予定地はガイウスユリウスカイサルが整地させたが、建設を始める前に暗殺された。アウグストゥスが紀元前13年に完成させ、紀元前12年に正式に利用開始となった。直径111メートルで収容観客数は当初1万1000名だった。古代ローマの都市に広く普及した都市建築である。 ローマ劇場の印象的な一例となった。主に業界岩でできていて、全体を白いトラバーチンで覆い、コンクリートの表面をオプスレティクラーテムと呼ばれる網目積みで石で織っている。アーチ、廊下、トンネル、傾斜路で構成されるネットワークが、このようなローマ劇場の中に入る部分にあり、通常ギリシア式オーダーの円柱を並べため各紙で装飾されている。 オーダーの様式は最下部がドーリア式、その上がイオニア式で、一番上にコリント式の円柱があったと思われるが、中世に修理された際に最上部の客席や円柱が除去されたため、詳細は不明である。ローマ劇場は周囲の風景を背景として取り入れることが多く、この劇場の場合はティベリーナ島が南西に見える。このような高級的な背景をスカイナと呼び、 他のローマ劇場と同様に観客席の上にもある。夜のマルケルス劇場、マルケルス劇場が建てられる以前には、紀元前150年に建立された、牢獄に監修された母親に父を与えた、非戦の一女性に由来する、後進の神殿があったという。ローマ帝国崩壊後、廃墟となり、テンプルームマルチェッリと呼ばれていた。マルケルス劇場は、中世初期に、 ファビウス氏族が要塞として使い、その後11世紀末には、ピアレオニとその子孫が支配するようになった。13世紀になると、シベリー家の所有となり、16世紀には、バルダシサー・アーレペルッツが設計した、オルシーニ家の住居が、古代の劇場の廃墟場に建てられた。現在、上層階はアパートに分割されていて、周囲では、野外コンサートが開催される。 ポルティコ・ディ・オタービアがその北西にあり、さらにその先にローマの月島があって南西にはテベレ川がある。17世紀の有名なイギリス人建築家、クリストファー・レンはオックスフォードのシェルドニアン・シアターの設計はセルリオがマルケルス劇場を描いた版画に影響を受けたと明言している。ありがとうございます。